私も一緒に住みたい女性声優いっぱいいるんですよね。あ、そうなんですか。誰と住みたいの、女性声優。花澤香菜さん。あ、それは私も住みたい。野沢雅子さんとか。あの住みたいですね。それはあのめちゃくちゃいろんなことを教わりたいです。いやでも花澤さんとかもご結婚されてしまって、なので私最近その現場でやっぱり花澤さんにお会いすると、こう左手薬指に光る指輪でものすごいダメージを受けてるんですけど。受けてんねやんじゃ。結構私そんなにいい言ってたのに。いやなんか羨ましいとかじゃなくて、いやもう旦那さんが羨ましくて。あ、わかります。一緒におるっていうのは。そうなんですよ。旦那さんもすごいいい人なんで、なんかもう怒りのやりんところがなくて。せめてわ悪人やってよかったのにってこと。やっぱり悪人のところに嫁がれるのはもちろん嫌ですよね。でも嫌ですよね。だからすごい絶妙な感覚に陥りますよね。なんか